天気悪くなったんで、ちょっと向こうまで行くと夕立ち来ちゃいそうなんで、ちょっと途中で降ろしてもらいました。今回一人に、はい、なりました。はい、今日はここから電車に乗ります。夕暮れから出発って珍しいよね。はい、今日は夜の節電になりますよ。今日はね、ダイバーガーで去年ハンモックあったところあるんですけどね、1年ぶりにそちらへ行ってみようと思います。ちょっと自転車がまだ20分ぐらいあって、向こうに行くとね、もう多分冷たいビールとか飲めないんで、今のうちに向こう着いたら結構夜遅いんですよね。なので今回は、まあ、電車の中でも乗れるようになるんで、ね、もうここからスタートします。はい、お疲れ様です。気がついたんですけど、完全に間違えましたね、路線を。渋川で、吾妻線に乗っちゃったんだな、あれ。谷川岳に行く予定なんですけど、草津方面の電車だったみたい。あっちゃー。渋川へ戻るにもタクシーもないというね、状況なんで、まあこうなれば、じゃあ例えばこの辺でなんとかならないのかっていう話だよね。あれ、ちょっと川の方行ってみようかなと思いますけど、公園内キャンプは現金って書いてますね。もうどこにもなんないので探してるんですけど、探してる間にね、いわゆる GoTo トラベルっていうのも GoTo トラベル対象みたいなんで、1906ポイントかって3539円になるっていう、これ素止まりですけどね。本線を目指します。3番え、20時31分。見晴らし下ですね。はい、だいたい20分ぐらいかな。この週末にね、この伊藤園のグループのこんなアクセスのいいホテルが当日いきなり取れるっていうのがまず奇跡ですよね。ちょっとあまりそういうの無理なとこだと思うんですけど、ちょっとまあやっぱり急なキャンセルとかそういうのもあるんでしょうね。また一緒だな。警備の消毒いたします。風景見どこっちゃうとかあるよ、なんかあるよ。誰もいないんだよね、こういうとこね。いやーすごいね。うわーこれ本業の懐かしいこの間のとこと一緒ですね。やっぱここはグループである程度統一した対応をしてますね。とビジネスホテルチックだよね。ビジネスホテルっすわね、これ。まあ、一応ダブルでもセミダブルベッドだな。一応2人入れるのか。でも本当に温泉旅館っていうよりはどちらかというと
まあ、まあよくあるビジネスホテルみたいなね感じですかね。で、ああまさにこうね、あでも広いな、お風呂広いな、温泉スタイルになったんでちょっとね、まあ、せっかくだからね、とりあえず温泉はい行きましょう。日帰り温泉とホテル両方の大浴場があるんで、じゃあちょっとホテルを、まあ、せっかくなんでね、ホテルの大浴場入って、はい、あ、こうね、こすの？ああ、一個ずつ開けてってやつだね。はい、これ開けましょうか。じゃあこの辺で、黄金の湯か、こっちだ。こっちがね、日帰り温泉施設になるんですよね。むしろこっちの方が馴染みがあるというか、泊まるよりもね、ここは外湯というか、こう日帰り温泉がすごく魅力的な今ところですね。どうだったっけ、明るいね、なんだこれ、あ、ここなんかあれだな、漫画部屋みたいなのがお屋敷とかあったんだけど、あ、これシアタールーム中止だ。面白くなくなってるね。そう、ここはね、夜中ここで寝れたんですよ、この休憩所でね。で、24時間いてよくて、だからそういう意味ではすごく、まあ、コスパが、まあ、ちょっと異様に良かったんですけどね。お疲れ様でした。えい、一番搾り、やばい、あ、ちょっと無計画すぎたかな、いきなり次男とバイクに乗ってツーリングキャンプに行ったはずが、雨降り始めて一人電車キャンプになり、電車の行き先を間違えて乗って途方に暮れた結果、今伊香保温泉にいるっていう、まあいい流れ今回はここで英気を養ってから、明日改めてハンモックを借りに山へ行こうと思います。お世話になりました。で、目の前が、バス停です。見晴らししたと言いまして、スカイピー、はい、今朝の8時です。電車まで少し時間があるんで、もう向こうを着くとおそらく何も買えないので、ここで食材を、明日の朝までのやつですね、揃えて行きたいと思います。
何倍にしてやろう。エビソバだね。はい、カラオケダメですね。会えること一緒だな。ダメか、ここ狙ってたんですよ。はい、はい、さてさ、じゃあにあるかな。沢でハンモックかけられるとこあればいいけどね。ちょっとこっちは厳しいかな。なんかちょっと食材足んないんで。木ですね、これね。おにぎり、ああ、なんかグラッとくるやつだ。いやいやいや、今日はちゃんと料理しますからね。おお、ヘビ、ヘビ死んでる。ここに槍してる人がいっぱいいるんですけどね。なんだろう、この向かい側がキャンプ場だったんだね。知らなかったんだけど。なんでちょっと聞いてみようかな。キャンプ場の人に確認取ったんですけど、道路の向かい側は別だからやっていいってことで。なんで誰もいねえんだろう、これ。はい、とりあえずハンモックとタープですね。はい、ああ気持ちいい。チャンネル登録よろしくお願いします。ブレーキパン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